川崎フロンターレのチョン・ソンニョンです。奈良崎聖吾さんのからセレクトいただきありがとうございます。今回セレクトしていただいたのが横浜 FC 戦のセーブシーンでした。当時その横浜 FC 戦を振り返ってみてどうでしょうか。多分もうブリピアニーも、ミスアン공격하려다가비슷한상황에서순식간에1대1라는상황이었는데그상황에서도미리넘어지지않고각도좁혀서나오면서공을보면서따라갔던게좀좋았던것같습니다。日本代表としてずっとプレーしていた奈良崎さんから孫亮選手のプレーをセレクトしてもらいました。奈良崎さんの印象とかその辺についてはどうでしょう。ね、もう옛날부터정말뭐대표팀에서도정말경기도해봤고또항상일본에서제가또안되게예또원하는성향이선수고그안정적인항상예항상끝까지예또그런기다림에서또안정적인세이브라든가예안정적인모습되게예좋아하는거죠。今シーズン孫亮選手が意識してプレーしているところはどういうところですか。意識して하고있는プレーの仕方。もう全体적으로もう앞에서나가있을때ポイパーポジションと앞에서이제또カバー하는ポジションと더빌드업할수있는ポジション인것같습니다。그런부분에서、네、의식적으로하려고하는것같습니다。왜뭐예뭐、네、세트플레이라든가뭐、네、여러가지로뭐、네、더적극적으로、네、챌린지하려고하고있습니다。네아직남은경기아직충분히많이남았고한경기한경기정말결승처럼정말다같이준비해서꼭계속우승점많이쌓을수있도록우승을위해서정말최선을다해서하겠습니다。